美子さんと山本さとしさん、お願いします。知る人ぞ知るヤンバルの魔女、福田公子さん、お願いします。はい、今ね、こうやって本当に私初宮古島なんですけど、こうやって、宮古に呼んでいただいて、おまけにこの土地でですね、彼女、今直美ちゃんが踊ってくれた歌はユニゲっていうんですけど、歌の中にツラネっていうのが入ってるんですね。これツラネって神様に今おつなぎしますよっていう掛け声と思いをともに歌った歌になります。なので今こうやってこの、いろんなとこからやっぱり来られて、いろんな思いで今ここにいるじゃないですか。でもこれってね、実はやっぱり約束されてここにいるんですよ。約束してきて、魂が本当にそのもう一番いいタイミングで出会うようになっていて、つながるようになっていて、そしてまた歌でつないでいただいて、心魂をつないでいくっていうことが今日のね、皆さん信じられないかもしれませんけど、約束してきてたんですよ。だからお久しぶりですって感じです。ね、本当にもうみんな、なんかわかるみたいな、お久しぶりみたいな感じのね、はい、ありがたいですね。で、今回私ちょっと別のイベントで沖縄に呼ばれてきてたんですけど、それでこうやってこのちょっと行くよっていう話をして、キヨちゃんとね、チャールちゃんがこうやって企画してくれて、本当にまさかね、こうやってまた皆さんとお会いできるなんて、ちょっとなんていうのかな、ちょっとドキドキっていうかね。一番最初に振られると思ってなかったから、今ちょっとこの流れでこう来るって思ってたから、でそれで溜めてたんだけど、さっきだったって思って、ちょっと今すごい頭空っぽになっちゃって、ごめんなさいね。そうそう、でもちょっと今日朝彼女の髪をいつも整えさせてもらってるんですけど、セーマを使って道をちょっと作ってるんですね。当時で頭は非常にいろんな情報が入っていまして、髪の毛って神経とつながってるんです。で、神経って髪の道って書きますよね。その方の髪の道っていうか、私自身の道っていうのが頭皮と毛根に出るんですね。で、その毛根の回転率を右に何回転してるか、左に何回転してるかっていうのを見て、細かく道を作ってカットをしたり、編んだりしてるんですね。で、本当にその彼女の役割としては、そのバイブレーションを合わせていくっていうことだったり、天と地をつなぐとか、皆さんの心の周波数みたいなのがあるんですけど、そういうものもこの土地に下ろして、土地のバイブスと合わせるっていうことも彼女一つの役割として持ってらっしゃるんですね。なので合わせていただいて、ちょっと今日つなぐっていうこと、今だからちょっと先に踊ってもらったのは、場開きと場と、この場のエネルギーと私たちをつなぐっていうことをやってもらってるんですよ。なので本当にありがとうございますっていうこととご縁ですねっていう、もうただ感謝っていうところに、場のエネルギーをね、ちょっと最初につないでもらいました。で、私がやってることってあんまりにもマニアックすぎて、細かすぎるのと、なかなかこう説明しづらい、こういうことをやっていますっていうのも説明しづらいんですが、はい、呪いを解いたりね、はい、いろんな人のいろんな呪いを解いたり、いつかどこかの私がかけた呪いをね、私が解いたり、いろんなお仕事をしております。ご縁があって、今までは本当にそのご縁があって、いろんな、良きこともあんまりよろしくないことも、物事として起きていたんですが、これから先本当に美しい時空が来ていて、もうそういうご縁事ではなく、クリエーションの時代に入っていくように今なっている感じなんですよ。で、今日本当に朝起きてすぐ、もう最短っていう言葉が浮かんだんですね。あ、そうか、再び生まれ直す、もう本当に今日はそういう日になるんだなっていうのを、体感しておきました。私たちってでも
常にいつでも自分の思い通りの時間を生きていて、いつでも、人生を変えることができるんですけど、記憶っていうのに引きずられて、私の記憶を引きずってずっと私はきっとこういう人だったはずっていうところで毎日こうその自分を演じてる感じなんですね。なのででも記憶って意外と曖昧で、本当のとこ私どうなのっていうのって意外と不確かなんですよ。で不確かなんだけどきっとこういう感じだはずっていうのだったり、なんか昨日もこうだったからきっと今日もこんなだはずとかいうことで、あの記憶をたぐってなんか生きてる感じなんですね。だけど本当に一瞬で生まれ変わるってことどなたでもできるんですよ。思い込みの枠を外すだけで、私っていうものはいくらにでも変容できるし、どうだってなれるんですね。でもそれをなんかこう難しく考えすぎて、もうね、みんな深刻さが好きなんですよ。もう本当にもう深刻に考えて、もう落ち込んで思い込んで、ああきっともう絶対ダメだはずみたいな感じになるんですけど、意外と本当にその一瞬ね、意識はどこまででもいけるし、一瞬ね、記憶の受け取った物事さえも書き換えることができるっていうのが、実はまあ、そういう時空に来たっていうのが正しいのかもしれないんですけど、やっと、カルマの領域っていうんですかね、ご縁の領域を超えて新しく創造する空間っていうのが今本当にまさしく今この時空がやってきてる感じです。なのでできるだけ思い込みの枠を外すっていうことと、私はどうありたいか、常に私がどういう自分でありたいかっていうところを、イメージして想像することがとっても大切になってくるんですよ。でもなかなかね、それもまた記憶とトラウマだったり記憶だったり、あと自己肯定感の低さとかそういうものによって私はできないとか、そういうことできるわけないじゃないって言って思い込んでる節がやっぱりあるんですね。でもそういうのも、まあ、本当にどうでもよくって、まあ、そう思いたかったらそう思えばいい。でもいや私は本当はもっとこういう可能性があってこういうことを表現したいっていうのがあるんだったら、そちらをどれだけ想像できるか、想像してクリエーションできるかっていうことで、全てはもう一瞬で変わるようになっています。でトラウマなんかもよくお客さんとかでトラウマとかインナーチャイルドを取り扱ったりすることもあるんですけど、そういう記憶でさえも実はトラウマってあるし、インナーチャイルドまだ残ってて、まだなんかそういう気持ちってあるよねって言えば確かにある、でもないよねって言われたら確かにないっていう、もう本当にこういう感じでこう空間ごと切り替わるようになってるんですね。でも意識ってどこでも行けるから、あるよねって言うとある、ないよねって言うとないって、こういうふうに選べることができるんですね。で皆さんやっぱインナーチャイルドトラウマ消したいって言うんですけど、トラウマとかインナーチャイルドを消してしまうと実は選択ができなくなるので、あんまりよろしくないんですよ。ちゃんと見据えた上で選び直すっていうことをやった方がいいなと思ってるんですね。どこでも行けるしどうにでもなれるんだから、自分はこうだ、じゃあこっちを選ぶかこっちを選ぶかっていうところで、いやいやもういいわ、私はもうトラウマを解放して自分らしく生きるって言って選び直せばいいだけなんですね。でもね、それはあんまり選び直せばいいだけだって言ってもいやそんなことできないって言って、また記憶に引きずられてそうなってしまう。でももうそれも私次第なので、できるだけ期待をしないってこともよく やるんですよ。皆さんもう自分に期待してないとか、自分なんか本当にそんなことできるわけないみたいな感じで期待しないっていうこともあるので、もうそこも超えていく、期待しないっていうのも超えて、どれだけ自分でこう想像していけるか、こうよく言うじゃないですか、今ね、ワクワクの方向に行くのよとかね、楽しいことをやりなさいというのは、それが本当にバイブスっていうか、もう細かく言うと私たち本当に周波数でしかないんですよ。実体はあるけれども、もうバイブスでしかなくって、私が持ってる音がとにかく響いてるだけなんですよね。でどこの響き合いに合わせるかによって見えてくる現実も確実に変わってくるんですよ。で物質って本当にこういう形になってますけど、この物質を作ってる周波数帯っていうのがあって、このものを作り出してるんですね。
それは今本当に量子力学なんかでもたくさんの人が解明していってますけど、意識も思いも全て素粒子でできてるんですよ。つぶ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 でできてるんで、そのつぶつぶがこう重なり合ってこう物質を作って形になってるだけなんですよね。なのでこれは意識が固定されてこうなってるだけなんですね。なので思い一つでどこまででも現象が変わっていくっていうのは、そこに素粒子が集まるからこそ形になって、物質になって出来事になって繰り返してやってくる。だから思い一つで、心一つで現実を変えるっていうことをね、今こそ本当にこう皆さんにねチャレンジしていただきたいなって。今日は特になんか都って本当にすごいところだなって初めて来たから余計に思ってるんですよ。都に住めてること自体、ああもうみんな結構やばい人たちなんだなちょっと超尊敬いや私多分大丈夫かなって思ってるぐらい、うん、都に住めてること自体すごいですよ、うん、もうこのいちいちちょっと時空が変なところがあるしあれっつってあらっていうところねあるし、なんか人もちょっと生っぽい人が多いんですよ、ね、あ、この人結構生、あ、この人生だなっていうリアル生だなみたいな人が結構いて、やっぱりみんなね都に住めてるっていうこと自体素晴らしいことだし、いやみんなチャレンジャーだなすごいチャレンジャーの人たちが いらっしゃるんだなっていうね、今日再確認しました。ここに、まあ、この場所もねすごいとってもいい場所だし素敵なところだなと思って、ちょっと裏話するとですね、この間六本木で飲んでたんですよ。そしたら六本木の飲んでたねバーで、その、今度ね宮古島でイベントするんですよねって言って、どこですかって言われて、宮古島のハプっていうところですって言ったら、え、姉妹店ですってなってえ、ここがみたいな、うっそやってなって、そこのスタッフもおいでよって会社の慰安旅行で行こうよってね相当誘ったんですけど、最終的には断られましたどうもオーナーがダメっつってね、つってね、ダメだっつってね、わざわざ連絡まで来てたんで連れてこれなかったのはね残念なんですけど、ね、このご縁もあってここで本当にできること自体が、あ、もうこれ決められてたんだなって。いや皆さん本当に嫌かもしれないんですけど、こうやって出会ったっていうこと自体同じバイブスで同じ決められてたことで、私よく変態アーティストって言われてる別名変態アーティストって言って変幻自在とも言われてるんですけど、まあ、大体表現することが変態なのでちょっと変わってるんですよね、まあ、誰も否定しないっていうなんか今ってこう言ってほしかったけど誰も否定しないまあまあいいです。で変態アーティストなんでみんなも変態っていうことですわかりますよね多分きっとみんなバレたのかって思ってらっしゃると思うんですけど、丸見えです皆さんの変態加減もよく存じております。これからは変態が、はい、変幻自在に自分を表現して、好きなだけハウリングね、いい感じのハウリングっていうんですかね、マイクのハウリングは気持ち悪いんですけど、いい感じのこうバイブスの共振共鳴が起こってすごいこの空間がね広がっていくんですよ。もう今回ね、いろんな今回ここにこうやるまでにももうちょっと山本さんなんか後でみんなお話あると思いますけど、すっごいなんかもうすっごいことが起こってるんですよ。こんなこと起こるのっていうぐらいのことが起こっていて、まあミラクルがあるっていうのでね、まあ本当に、はい、もういろんなミラクルが今起こりやすい本当にタイミングになってるんですよ。だから思えば叶うっていうのが、時空もあんまり空間が短くなってるので、思えば願えば叶うっていうことが瞬時に起こるようになってます。なのでもういろいろ試していただきたいんですけど、自分がこうしたいと思ったことを、思ってみる。そうするとあ、叶っちゃったっていうことがもう本当に起こるんですよ。それ体験したことある人いらっしゃいます？最近それが多い。ああ、もうさすがミラクルガール、ミラクルガール、ミラクルマンばっかりですね。いやもう本当にそうね、もうそういう感じになってしまってるんですね。だからこの感じがつかめないと、いやまさかねって思ってしまう。でも一番昨日、あ、また昨日の話、いろいろ話飛んじゃってごめんなさいね。昨日スプーン曲げをやったんですよ会場でね。でもうこうやってブルブルってやって、もう曲がると思えば曲がる、曲がらないと思えば曲がらない、本当に一瞬なんだよね。ねプルってもうタリさん家の息子さんなんか
ふにゃってなってたけど、私もこう1回目はダメで2回目は行って、でもあのこの斜め前の人は曲がってなかったんです。あ、みんな曲がるわけじゃやっぱりないんだと思って。思い込みが強かったり疑い深かったり素直じゃない人は曲がらないんですよ。100均でスプーンがね売ってあるので試してもらったら本当に分かりやすいけど、ブヨブヨ曲がる曲がると思ってピッてやると本当にピッて。でも一回私曲がらなかったんですね。やってもあらやっぱりちょっとダメだな私と思って、思ってやったらスプーンってなって、よかったここで私の頑固さがこんなところに出たと。曲がってなかったら超嫌でしょ。この人はちょっと恥ずかしいんでしょ。私だって前の人見て曲がってねえと思ってちょっとプーンってなったから。で本当に素直が一番だし、もう何でもこうそう思えばそうなるって、何にこだわってるのか、何で素直になれないのか、何と戦ってるのか自分と戦ってるんですよね。自分を許せなかったり、自分なんて取るに足らないと思ってたり、自分はダメだと思ってたりすると素直になれなかったり、こう現実がなかなか変容しなかったりやっぱするんですね。でも本当に素直って宝物だし、素直であるだけでもうこのなんていうのかな、この世界は変容も起こるし書き換えが起こるっていうのがね、もうリアルになってきました。この間もなおちゃんと話してたんですよ。今マンデラエフェクトって言ってね、ねえ、もうすごいマンデラエフェクトが結構起こってるんですよ、いろんなところで。マンデラエフェクトご存知の方いらっしゃいます？本当だね、話し合わせてきたんですよ。あちらの方も、あちらの方も、あちらの怪しい方、あちらの素敵なグループね、怪しい方も知ってらっしゃるんですけど、マンデラエフェクトって言って、私たちの記憶って曖昧って言ったじゃないですか。でやっぱり空間はね、パラレルワールドっていうか、いろんな平行世界があって、私たちの記憶では昔ね、ヴィーナスの誕生のヴィーナスは二枚貝だったんですよね。で今一枚貝になってるんですね。でこういう、まあ、あとまあ世界地図ね、オーストラリアの位置がちょっと微妙におかしかったり、ね、ファラオ、ね、ファラオのあれがちょっと違ってたり、あ、ベートーベンもそうだったね。ベートーベンも昔の記憶とは全然違う、もう写真になってるんですよ。うん、だから、いや、皆さん記憶疑った方がいいですよ。私って真面目だと思ってる人いらっしゃるじゃないですか。多分勘違いです。私真面目なんだよねって思ってる人、多分きっと勘違いだと思います。で記憶なんて本当に曖昧だから、あ、やっぱあの人ね、反応してるよね。本当に記憶って曖昧で、意外といろんなものって変わってるのめちゃくちゃ多いんですよ。なので疑ってかかるっていうことも必要です。自分ってこんな人だったと思ってたけど、やっぱ全然違うかもしれないと思うと、ね、全然違う自分になれちゃうし、本当にもはや記憶なんて曖昧ですよ。でどうあったっていい、正解なんてない時代がこれからまさにやってくるんですよね。じゃあ正解をどこに探すのか、自分の心にしかないんだと思うんですね。私がそうだと思えばそう、でも他の人は違うかもしれないけど、私はきっとこのように思うって言ったら、本当にそのように思っていいし、そういう時空が整うっていうんですか、そういう周波数が出るので、それ自体が具現化されて形になってくる。でもそうじゃないと思えばそうじゃないものが出てしまう。そのぐらい空間自体は時間もなくなって、時間のこう今感じも曖昧なんですよ。同じ時間は流れてないですよね。同じ時間が流れてると思ってる人、あ、もうみんな気づいてますね。時間ってやっぱり曖昧なんですよ。長く伸びたり短くなったりしてるんですね。だから時間の時計の針も疑った方がいいんですよ。あれ本当に3時半かみたいな、今3時から始めましたけど、本当に3時半かみたいな、もうちょっとなんかあれっつって、なんかそう思ってたけどまだ2時だったっていう時もねありますからね。いや本当にだから時空間もちょっとやや怪しくなってるし、気分も怪しくなってるし。